日本栃木県宇都宮市小賀市町日本栃木県鹿沼市小賀市町小賀市町は栃木県宇都宮市及び鹿沼市の町元は宇都宮市に属する同一の町であったが1957年に一部が鹿沼市へ編入されたため同名の2つの町となったどちらも鹿沼戸の産地であり鹿沼戸の乾燥場や工場が多く分布している 住民基本台帳に基づく2020年9月30日、現在の人口は、宇都宮市川が614人、鹿沼市川が54人である。小賀市山の南陸に展開する町で、アウトドア活動の拠点となっている。栃木県の中央に位置する。小賀市山の南陸から武子川の左岸に至る地域に広がる。中部以北は、小菓山の丘陵地帯であり。 集落は南部に形成されている。宇都宮市と鹿沼市に同名の小菓子町が存在し、互いに接しているが、1957年までは、鹿沼市側の小菓子町は、宇都宮市小菓子町の一部であった。さらに、鹿沼市高谷も1949年まで、小菓子の一部であった。宇都宮市立上三星小学校で1986年に、 行われた地質調査によると、厚さ4 0トルの森土の下に、厚さ4 0トルのローム、6 0トルのローム室、最差1 1 5トルのカヌ窓、4 1 0トルのロームが堆積しており、ロームより下には、業界室左岸の岩盤がある。宇都宮市川の小菓子町は、同市の西端に位置し、城山地区に属する。北は、日光市。 南から西にかけては、鹿沼市と接する。日光市との境には、白石川が流れる。小菓市山麓の農業地帯で、町の南部を、栃木県道70号を宇都宮今市線が、南東北西方向に通る。北は、日光市岩崎。東は、宇都宮市福岡町。南東は神馬、鹿沼市土地窪。南は神馬、鹿沼市高谷、南西は、鹿沼市小市町。 西は、鹿沼市武子と接する。鹿沼市川の小賀市町は、道市の北東部に位置し、菊沢地区に属する。北から東にかけて、宇都宮市と接する。1949年に、満州からの引上げ者らが開拓した、原山地区に相当する。北部は、平地林や畑作地、中南部は、畑地や水田が広がる、農林業地帯である。北から東にかけて、 宇都宮市小菓市町、南東は、鹿沼市、高谷、南から西にかけて、鹿沼市武子と接する。小菓市上空を飛行中のパラグライダー小菓市さんは、標高583メートルの低山ながら、随所に岩場が露出し、鎖場やはしごを含む変化に富んだ登山道がある。ことなどから、多くの登山者、クライマー、ハイカーを集めている。足尾山地の一部であるが、 解析されたため独立峰のように見える。地質的には標高400メートル以上の岩場が、チャートや渓岸森林帯が関東ローム層である。現代では登山、ハイキング、ロッククライミング、パラグライダーなどアウトドアレジャー空間になっているが、大滝、目滝、第二畜、赤岩山の風穴は、小菓子の住民にとって聖地であり、小菓子山は、 自然振興の対象であった。パラグライダーは、スカイパーク、宇都宮パラグライダースクールと赤井は、パラグライダースクールの2校のスクールがあり、体験フライトからライセンス取得まで対応している。小菓市山の南東にある、黒山では、小賀子石と呼ばれる石材を産出していた。小菓石は、業界隠れ機の一種で、破壊し、石仏、石鳥居などに利用されていた。 古賀史跡の採掘は昭和10年代に終了し、採掘者の住居後のとどめの石垣が2段残っている。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。城山西小学校は宇都宮市古賀市町にある。校内には高校息子の伝説が残る、孔子桜や松尾芭蕉、河合空の区域がある。古賀市という地名は、 日光南大山頂遺跡から出土した京図に、古賀氏と書かれていたのが書室である。これは、古賀氏の木良七郎左衛門という人物が、天文2年7月吉日に奉納したものである。続いて、天正10年4月11日に、宇都宮国綱が、石川五郎兵衛と大沢壇上左衛門の城へ送った勘定に、古賀氏表という文字があり、国綱が、 小賀氏表の戦闘での二人の武功を称えたことがわかる。小賀氏表とは、現代のカヌーマ高谷の東部に広がる県屋を指す地名である。国綱が感情を送ったのは、第一回目の小賀氏の合戦であり、天正十三年十二月十五日には二度目の小賀氏の合戦が発生し、日吉さんの七社や民家が、三武の軍勢によって焼き払われた。こうした戦いが小で連続したのは、 宇都宮氏が、ご法上氏及びその三家の川氏、三武市と対立し、小菓氏の近くに滝城を構えていたことによるものである。第2回の小菓氏の戦いでは、滝城を防御し、小菓子で敵を敗走させたとして、横田綱院が国綱から関東城を授かった。しかしこの後、宇都宮市は没落していくのであった。近世には下屋国河内郡に属する小菓村であり、村高は、 慶安豪朝では412国余り、元禄豪朝以降は538国余りであった。領主の交代は目まぐるしく、漢文の頃は、宇都宮藩領、元禄の頃は、幕府領と未部藩加藤資領の IQ、元禄末期には、幕府領、未部藩領、日光武教領の IQ、改革組合村、旧高級領取調べ帳では、幕府領と旗本領の IQ と記されている。 改革組合村では、鹿沼塾の組合寄せ場に属したといい、急校給料取調調調による所領の割合は、幕府寮が224国余り、真瀬資料が200国余り、矢部資料が113国余りであった。小賀子村は、日光霊平市街道のふばさみ塾と板橋塾の、助ケを務めた。完成11年の資料によると、江戸幕府の高麗人参御用作人が一人いた。 天保9年の小賀子村の個数は64個で、農館都政が12個、居酒屋が2個、上湯が1個あった。天保14年は農館都政の内訳が判明しており、蕎麦人が7個、大工が5個、小引きが4個、水車とよろず屋が各3個、板材木屋と石膏が各1個であった。この頃になるを務めた文大部は、 宇都宮市の重心を務めた法上昭安の子孫であり、代々標法を教え、下屋国全域に1300人の門人を抱えていた。幕末の母親戦争の折には、小賀子村と岩崎村の境である白石口が、藍津藩の見張り場となった。城山西小学校1873年、栃木県の第二大区四小区の一部となり、その後の変更で、 第六大区七小区の所属となった。1875年12月23日、家造院跡地に、宇都宮市立上三星小学校の前身となる、学校が創立した。1889年になると、上山村の一部となり、上山村、小賀市と称した。第二次世界大戦が終わりの地改革が一段落、した1948年、小賀市は、 元満州開拓移民の引上げ者を受け入れる、区指定を受け、翌1949年により、山梨県出身の引上げ者が、正治原山に入職した。入職前の原山は、荒野川通りと呼ばれる、馬車道が一本通るだけの山林地帯であったが、満州宅職校舎職員であった北海道、函館市出身の男性ら5個が、先発隊として入職し、 原野を開拓して陸棟、大麦、小麦などの畑作を開始した。同じく1949年、小菓子の正子高谷が分離して菊沢村へ編入され、同村の大技高谷となった。1954年2月15日、村は城山村合併対策委員会を設置し、33人の委員を移植した。委員らは村内各集落を回って、 住民の意向を確認し、宇都宮市への編入か、城山村の現状維持かの2案に分かれることを把握した。人口の3分の2が、宇都宮市への編入を望んだことから、委員会は、宇都宮市への編入を基本方針に決し、現状維持を望んだ集落に再度移行を確認した。結果、鹿沼市寄りの城山村西部3集落を除く20集落が、 宇都宮市への編入に賛成したため、一旦は城山村全域を宇都宮市へ編入し、後から境界変更により希望する地域を鹿沼市へ編入することで決着した。こうして1954年11月に城山村、小賀市は宇都宮市小賀市町となり、1957年に一部を分離して鹿沼市へ編入し、鹿沼市小賀市町が誕生した。 この時、鹿沼市へ編入されたのは、戦後に開拓された原山地区である。原山地区は、当初の5個から始まって、最終的に、計25個が入植し、生産品目は米、麦中心から、養蚕、養豚、野菜栽培へと変化していった。1978年5月20日、宇都宮市小菓子町と福岡町にまたがって、ゴルフ場、小菓子、 カントリークラブが開業した。同クラブは、オンワード、菓子山の参加企業が運営し、開業10年を機にレイクランドカントリークラブに、解消した。1984年7月にスカイパーク宇都宮が、1992年4月に DK スカイジム宇都宮が開校した。2003年、当時の城山西小学校長の発案により、講師桜祭りが始まった。 諸説ある。町内の日吉神社にある古い菓子の木にちなんで命名された。小菓子はかつて古京都表記したという説もあるが、花は静は古と菓子を無理に合わせたものとして不賛成を表明した。同詞小菓子を連用型にしたもので崩れた崖など崩壊地形を意味する。小菓では歴史上田畑や住宅が根こそぎ失われるような災害が、 発生しており、信頼できる旨を、手塚春夫は述べている。動詞、小かすを、連用型にしたもので、崩れた崖など、崩壊地形を意味する。小がと、死を合わせて、広い空感地のある山を意味する。日本産が狂うつ大辞典が掲載する説である。宝書石が添加したもので、方は、動詞、宝湯の五感、ところは、ありか、住みかなどの、ところ、死は、石から、 二の音が欠落したものと解釈し、崖崩れや落石などの発生する地形に由来する。地名用語語源辞典が掲載しており、巨子上の小菓子産の産業を見れば納得できる説と言える。世帯数、宇都宮イコール、カヌマイコール、人口、宇都宮イコール、カヌマイコール2015年の国勢調査によると、宇都宮市小菓子町の15歳以上の就業者数は284人で、 産業別では、大い順に、農業、製造業、分類不能の産業、建設業、卸売業、小売業、医療、福祉となっている。2014年の経済センサスによると、全事業所数は20事業所、従業者数は154人である。具体的には、多位順に製造業が7、建設業が5、教育、学習支援業が3、社会保険、社会福祉、 介護事業が2、農業、飲食料品小売業、専門サービス業が各1事業所となっている。全20事業所のうち11事業所が従業員4人以下の小規模事業所である。農業キウイフルーツ畑2015年の農林業センサスによると農林業経営体数は56経営体、農家数は62個である。高地面積はだが94ヘクタール。 畑が43ヘクタール、樹園地が32ヘクタールである。1876年時点では、田が25兆4単、畑が81兆5単、山林が560兆5単あった。販売金額第一位が稲作である農業、経営体が35経営体と最も多く、第一位が果樹類である経営体が5経営体で、これに続く。 小菓子町を含む宇都宮市上山地区では、果樹栽培が盛んで、県道75宇都宮いまいち線沿いには、果物狩りのできる農園や、農産物直売所が多数見られる。中でも1960年代に開園した、フルーツパーク小菓子は、樹園地面積が約5ヘクタールある県内最大級の果樹園である。同園は、梨ブドウリンゴを生産し、来園者にもぎ取り体験を提供し、 はかり売りで果物を販売している。2015年の国勢調査によると、鹿沼市小菓町の15歳以上の就業者数は30人で、産業別では、多い順に、農業、製造業、建設業、医療、福祉、公務となっている。2014年の経済センサスによると、全事業所数は5事業所、従業者数は17人である。具体的には、 多い順に建設業、生産用機械器具製造業が、核2、洗濯、利用、美容、浴場業が1事業所となっている。前後事業所が従業員9人以下の小規模事業所である。2015年の農林業センサスによると、農業経営体数は2経営体、農家数は6個である。耕地面積は、畑が6ヘクタール、他が1ヘクタールである。 カヌマド乾燥場カヌマドの原料となるカヌマカルイは群馬県の赤城山から約3万年前に噴出し、偏西風に乗って栃木県や茨城県まで降り積もった。中でもカヌマ市から栃木市にかけての地域に150センチメートル以上と最も厚く堆積し、なおかつ平坦な大地上に安定的に分布することからカヌマ市でカヌマド採取が盛んになった。 まず爪のない油圧ショベルで表土を削った後、関東ローム層とカヌマカルイシ層を採掘し、トラックに積み込む。次に、トラックから採取物を下ろし、重機やトラクターで薄く広げ、ビニールハウスの中で一週間程度乾燥させる。乾燥が終わると工場へ搬送し、ふるいにかけて流形を揃え、ローム層は赤玉土として、カヌマカルイシはカヌマ土として、袋詰めにし、 ホームセンターや農業共同組合へ出荷する。採掘から販売までの全工程を行う企業は、鹿沼市内に4社しかなく、乾燥、製品化のみを行う企業や、赤玉土、鹿沼土に肥料を混ぜた製品を製造販売する企業、副業として乾燥工程のみを行う農家の数が多い。特に、鹿沼市北部に相当する。 小菓子町から苦味道町、千渡るの大地区にかけての地域に乾燥場や工場が集中している。ジョイナラは、かつての乾燥場、工場はより、鹿沼市街に近い地域に分布していたが、都市家や住宅団地、工業団地の開発の影響で公害化していったものと推測している。小菓子町の主要道、県道75小菓子町へは、宇都宮市街、 東北自動車道カヌマインターチェンジ、道宇都宮インターチェンジのいずれからも自動車で約20分かかる。小菓子町を通る鉄道はない。町内のどの地点を基準にするかによって変わるが、最寄り駅は東武日光線北カヌマ駅、万二駅、JR 日光線カヌマ駅、ふばさみ駅のいずれかになる。なお、計画段階の日光線は、宇都宮徳次郎大沢今市という経路が、 初案であったが、その後、宇都宮駒製小菓子ふばさみ、今市ルートが検討され、最終的に宇都宮と神かぬま、今市ルートで建設された。小菓子を通る路線バスとしては、1924年創業の上山自動車講師会社が運行していた、ふばさみ線があった。同社は1931年に関東自動車に買収され、バス路線は関東バスに継承された。 1992年時点で JR 宇都宮駅と今市市長畑を結ぶ関東バス運行の路線バスが通っていたが後に廃止された。2020年現在 JR 宇都宮駅から小菓子町へ向かう西の最寄りバス停は田野町の森林公園入り口バス停であり同バス停から城山西小学校入り口まで約4キロメートル徒歩約1時間を要する。 小賀市町の住民であれば、宇都宮市、鹿沼市の乗り合いタクシーを利用することができる。宇都宮市側では、城山地区地域内交通運営協議会が運営する地域内交通、城山高子号が運行されており、城山地区とその周辺、鹿沼市街に設定された目的施設と利用者の自宅の間を往復することができる。鹿沼市側では、板に、 菊沢地区予約バスが運行されており、板に、菊沢、笹原電池区内の任意の場所での乗降、鹿沼市街に設定された施設との間の往復に利用することができる。スカイパーク、宇都宮稲荷神社召魂社以下の神社仏閣はすべて宇都宮市側にある。ありがとうございます。